ハマるチューブ始まるよ。離乳食の中期編です。7ヶ月から8ヶ月頃になったら離乳食の回数が1日2回になります。1回の食事量が少なくても2回食にすることで食べる量は増えていきます。舌と口の動きです。舌は前後と上下に動くようになります。舌を上顎に押し当てて食べるようになるため形状も変わっていきます。まずはおかゆです。中期前半は7倍がゆで粒があります。中期後半になると5倍がゆに進み、一般的なおかゆの硬さを目安にしましょう。次は野菜です。柔らかく茹でた人参をフォークで少し粗めに潰します。少しずつ形のあるものへ進めます。形状を粗つぶしにすることでもぐもぐする練習になります。次はタンパク質です。動きが活発になってくると血や筋肉の元になるタンパク質が必要になります。この時期の1食分の目安は刺身1切れから2切れです。消化のいいものから取り入れていきます。牛肉や豚肉は離乳食後期から進めましょう。生後6ヶ月頃から鉄分が不足し始めると言われています。赤身の肉や魚は鉄分が豊富なため取り入れていきましょう。魚のほぐし方です。魚の骨は茹でた後にフォークで取り出します。包丁を使うと骨まで切ってしまうのでほぐしながら骨がないか確認しましょう。卵は全卵へ進め、電子レンジでの加熱やかき玉汁がおすすめです。半熟にならないように完全に火を通します。ささみ肉は茹でた後に手で細かくほぐします。冷めるまで茹で汁につけておくとしっとりします。とろみは肉や魚など口の中でばらつく料理をもぐもぐしやすくするために必要です。とろみで和えたり、とろみ以外にもホワイトソースやトマトソースでも代用できます。とろみやだしの詳しい作り方については離乳食を作ろうとろみだし編をご視聴ください。離乳食の中期前半と後半で形状は変わります。おかゆは少しずつ水分を減らしていきます。野菜は前半はジャム状ですが後半になると5ミリ角へと進みます。硬さの目安は豆腐くらいです。タンパク質などの形状も後半になるとさらに粗くしていきます。食べたものがそのまま便に出てくることがありますが、赤ちゃんの胃の形が筒状であること、消化機能がまだ未熟であることが考えられます。そのまま出てきても心配はいりません。赤ちゃんの内臓機能はまだ未熟なため味付けはせず、素材の味やだしの旨味を味わいましょう。1食分の目安です。形状を進め量を増やします。離乳食が進まないとき、ドロドロ状など形状が合ってないことが考えられます。形状を見直してみましょう。おやつやジュースでお腹をいっぱいにしないように気をつけましょう。生活リズムを整え3回食の準備をしましょう。わからないことがあればお気軽にご相談ください。